いやだけどあの頃キャッチャーという商売はねやっぱりねチームのね結構中心だったから、うん、それで大体どこでもそのレギュラーがいて それをこう虎視眈々と狙ってるやつがいて、うん、でチーム内で結構競争が激しかったでしょ、うん、あの頃、まあ、今と違ってほらキャッチャーでも、うんフル出場してさ、なるべくあの全部の試合出て、うん、あのイニング数も多くしてっていうのは、契約なんかやくとやっぱりフル出場 の上乗せがあるからさ、うん、だからもう一人でやるもんだと思ってたから、うん、正直自分がしあの試合出ない時はもう負けろって内心思ったりしてたもん。そうだよね、うん、みんなそう思った。俺だってピッチャーね、ゴロゴロ何人か先発ピッチャーローテーションいるじゃないですか、うんうんこいつが今日3連戦で今日いや、まあ、俺が1戦目とか2戦目あったとしても誰かが投げるとあいつ今日打たれないのになるって朝から思ってたもんな、うんうん、正直でもやっぱりそういう気持ちはねもうそういうのがさ口や喧嘩はしないけどさ、うん、内心はさ先発今日先発こいつなんか今からマッサージ受けてマウンドにいやあの試合が始まる頃行くなと思ってあれ1回に打たれないな2、3点取られてよとか思ったもんな、うんうんうん、キャッチャーもやっぱりそうなのそう、でも一人でやりたいってね、うん、そりゃそうなんだ、うん、でひょこひょこ帰られたんじゃさなんかプライド傷つくもんねそうそうそうだからいやそれねその頃のね大家はねやっぱりねすごいよずっとだってあの頃からさ黄金期が来るじゃないその後、うん、そうだ ね広岡さんの時広岡さんが来て、うん、森さんもついてきたんかなそう森さん広岡さん監督になってバッテリーコーチで、うん、でその時にあのその頃はまだあの松園さんがオーナーだったからそうだね、うん、で松園さんに呼ばれて、うん、森さんがコーチで入ってくるけども我慢してやるよって言われたもんいじくそいやいじくそじゃないあの嫌がらせ、まあ、いろんなことがあるからなそうそうそう、うん、森さんっては割とさやっぱり本当にキャッチャーらしいキャッチャーだったよな昔のタイプだけどね、森が頑固でさ、うん、で俺あの構えがあの少し、うん、あの整体しないんだよ、ねうん、少しだけどこう、うん、あの左前に出してたら、うん、スローに入りやすいもんだから、うんうん、たらまあ、3センチ戻せ整体して構えろって言われて、あ、そう。そのこだわりがお互い溝作ったねなるほどわずか3センチ3センチでそうそうそうまあ、それはあの人やっぱりなんかそれは本当にこう親切で言ってるのか、うん、こう嫌がらせで言ってるのかさお落とし込んでやろうと思って言ってるのか分かんない人だけど、うんまあ、でもあれはあれで森さんは森さんで気づいたからねそうそう、うん、もうすごいキャッチャーだったから、うん、あのやっぱり勉強することもたくさんあったんだけどね、うんうん、そうだよね、うん、俺入った時はね32番だったのよ背番号がで1年目に結構試合も出してもらったから、うんうん、あの給料上げてやるって経営公開の時言われてさ、うん、それで14万5千だったのかな1年目が、うん、でそれ大幅アップしてやるって言われて、でそれが月20万にしかなんなかったのもうちょっと上げてほしいなと思ったら我慢しろって言われてその代わり背番号をジャイアンツの森星と一緒に27にしてやるって言われてさ、うん、なるほどね俺嫌だって言ったんだよ、うん、それよりこっちの方がいいよそうそうそう、ま、何番でもいいやみたいなそういやでもね27ってねこの前話題が出たんだよ今年へえ大家の時代からさその森さんの時代から、うん、27がキャッチャーのエース番号じゃん、うん、でそれを今年もねつけてるやつは活躍してるね意外とああ中村も変えたもんねヤクルトのうんだからあれ話題になったんだよね実は、だこだわりがやっぱりさ昔の人はまあ一応あったよね、うん、あの野村さんの19も甲斐がつけた、ね、ああそうだね、うん、19はそうそうそう、うん、でも俺たちの時は俺 の, かん、うん、あの心の中ではやっぱり27もそうなんだけど、うん、田淵さんの22もキャッチャー番号だったそうだったよね、うん、まあピッチャーでもそうだったこだわりがやっぱり10番台だね、うんうん、そうだね10番台だね俺は何かいた時野村が「お前もうあのお前あの早く今からエース番号つけとけ」とか言って16番くれたからね、うん、見た時は感動したもんね、うん、16かよって俺49歳のピッチャーだもんねそうなんだよ、うん、だからそういうこだわりもあったけど、うん、
まあキャッチャーのレギュラーっていうのはもう27番で、それでグッとこのチームの柱になってるっていうのが昔の、まあ、我々の時代のね、うんうん、そういう風にならないといけないと思ってやってたから、うん、そうだそうだ、うん、だから背番号大事なのよ、うん、そことそれとやっぱりレギュラー1年ずっと続けてる、そこに出てくる記録見たらすごいよ。うん、まあ、まあ打率は時々悪い時もあったけど ね、うん、あのね、まあでも、うん、大丈夫かな。いやいやいや、2年目にね、うん、三原さんが監督に来て、うん、あ、ちょっと最初ね、あ、最初入った最初ね、別所さんだったんです。別所さんか、うん、アトムズだもんね。そう、アトムズでヤクルトに代わって、俺たちドラフトが1、ヤクルトの1回目だから。なるほどね、うん、でも俺、別所さんはすごい使ってくれたから、あと恩人だよ。なるなる、うん、で2年目に三原さんが来て、うん、三原さん来て、うん、だからね、その時にね言われたのがね、うん、打てなくてもいいんだって言われたのね。ああ俺もね、そういう空気あった、うんうん、とにかくもう守って、うん、まあ、まあ昔の時代だよね、いい音を出して、うんうん、そうそう、ピッチャーから信頼されるように、うん、打たなくていいんだよっていうのがね、なんか自分の中で、うん、あ、打たなくてもいいんだなっていう気持ちになっちゃった年も、やっぱり最初の言われると打てなくても言い訳になっちゃうんだよね。それでバッティング自分でもあんまり気入れてやらない時もあった、うんうん、なるほど。でもね、俺終わってみて、まあコーチになって谷繁が預かったり、うんうんうん、あの時にね、うん、自分が預かるキャッチャーには打たなくてもいいんだって絶対もう言わないようにしよう。やっぱり打たないと面白くないし、うん、だから自分の中ではあの経験もすごく良かったなって、なるほど、ね、思ってる、うんうん、いやでもね、あの時代確かにそうだった、うん、阪神でね、辻さんとかね、辻さん ね、うん、ね、辻2人いたでしょ、うん、あの人らも打率悪かったもん、うん、結構、うん、であの頃森さんだってよくなかった、あんまりね、うんうん、だけどそれはね、打つよりもとにかくいいキャッチャーであると、うん、野村克也みたいな人は別格だよね、うん、珍しいよね、うん、そうそうそう、打ったんだからね、うん、まあちょっとインチキもあったけどさ、いやいやいや、まあ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 だけど、うん、でもあれは珍しい、うん、普通はね、打率で言ったらね、2割5、6までいたらもう御の字だよね、うんうん、キャッチャーでそれさ、うん、2割5分打つと、うん、4打数1安打じゃん、うん、そうだよね、うん、昔から日本で言うんだけど、うん、1日1膳1日1膳か、うん、一発だよね、うん、だからその4の1の1膳を、うん、その試合の中で一番いいと思って、それもね、よく三原さんにも言われたね。なるほどね、うん、俺ね、大谷と対戦してね、うん、ちょっと記憶があるのはね、うん、なんか外目の球をポーンとかでポーンとライト方向に打たれた記憶があるんだよ。割り方ちょっと開いといてさ、うん、向こうへポーンと打つことあったじゃない、うん、じゃあ今だから言います、うん、江本さんのカウントを取る狙い球は絶対インコース寄りから来るスライダーが多かった。だからそれはライトに打ちやすかった。なるほど、うん、開いてね、ポーンと打つんだよ。これイメージがあるんだよ。でピッチャーにしたらさ、まだ強がりなんだけど、まあ、このバッター打たれてもいいかと。どうせ一塁行ってもさ、足も遅いしさ、次ピッチャーじゃない、だって、うん、そうそう、だからいいやっていうのもあるんだよ。だけど、やっぱりここ一番で打たれるの嫌だったからね。あ、そりゃそうだよね、うん、給料に関係してくるしな。そうなんだ。だからあの頃のキャッチャーはね、みんなね、バッティングバッティングというよりも、うん、やっぱいかにいいリードするかと、まあ、そういう意味でもね、キャッチャーとしてはさ、確立してたから完全に、うん、まあ一番肩がいい、肩が良かった、うん、もう強肩、うん、王や、だから走り抜かったよみんな。そうだね、うん、だから日本シリーズでも福本させてるもんな、うん、何回か走られた、みんなあれ言わないんだよ、ノムさんが1回させたとか言うけどね、王やさせて日本一になってんだよ。ありがとう、そうだろ、そこでアナウンサーが言わないんだ よ、勉強遅くて。俺でさえ知ってんのにさ、アナウンサーと解説ってバッテリーじゃない。そうだろ、どっちかっていうとキャッチャー役じゃない、うん、キャッチャーがさ、言ってくんないんだよね、ミット音を立てて取らないみたいな、そうそういうアナウンサーだろ、うん、
ボールをストライク臭く取ってくんないと、ね、そうなんだよ、あれピッと流れるんだよ、あれ流していかんだろうって思って、中にブンとストライク入れなきゃいけないの、キャッチャーがさ。そんなんでね、うん、いや大家の記録をね、みんなねもっとね言うべきだよ、日本放送でも。今キャッチャーが求められてるから、今特に、うん、各チームだってレギュラーになるやつ1人か2人ぐらいしかいないじゃん、今1年通して。そうだね、レギュラーって言えるキャッチャーはいないなって、うん、このとこさ、ここ何年か、うん、オールスターに出るキャッチャーの成績見たって1人いるよね、そんなに試合数も出てないし、そうだから そんなんでいいのみたいなさ、うん、だからいろんなね、ベストナインは優勝したとこから選べばいいんだろうけど、うん、まあそれとね、うん、その昔キャッチャーってチームで結構育てないといかんっていうのがあったじゃない、うん、あったあった。今はなんかこう使えてるみたいにさ、うん、使わない、何人かいたらこの試合はこいつだと思う。それはね、多分、うん、予告先発になったじゃない、うん、で、うん、なるほど、使う方の考え方が、うん、相手の左だったら右バッターで打つやつが、うん、で逆に右ピッチャーだったら左で打るキャッチャー使うっていうのがね、うん、結構優先してんだよ ね、なるほどね。だからキャッチャーもいろんな人が出られる、だから、うん、まあそういう人たちから捉えればチャンスが増えたって、まあそれはそうだよね、言えるんだろうけど、うん、でも周りで見てる俺たちは、じゃあキャッチャーがここ一番でリードで勝つ試合が必要なんじゃねえのと思っても、うんうんうん、今はピッチャー変えて150キロでどうでしょうみたいな、うんうん、そういうに変わってきてんじゃないかと思う、ね、だってでもそうは言っても結局勝ってるチームはさ、うん、やっぱり割と固定してるじゃん、うん、ね、前のソフトバンクの甲斐だとかさ、うん、あと西武の森が、うん、そうだね、森もそう、森もそうでしょ、ヤクルトの中村も、ヤクルトの中村が 1シーズン通した時はやっぱり優勝してるじゃないですか、うんうん、だからそういうやっぱキャッチャーの重要性はね、うん、俺もっとやっぱりアピールすべきだと思うけどね。アナウンサー聞かないもん、アナウンサー聞かないからな、アナウンサー話題にしないもんな、あれはいらねえんだよ。だからやっぱ聞いてる人はさ、うん、キャッチャーはコロコロ変わって、うん、適当にこうやってやればいいっていうふうに思ってるかもしれないもんね、うん、最近の野球だとふうになっちゃうよね。そうだろう、うん、俺らはだいたいほらノブさんとだいたいやって、うん、で野村のキャッチャー論とかいろんな、うん、キャンプなんかでもね、うん、キャッチャーようやらされたよ、なんか、うん、お前受けろと、うん、ピッチャーから見てるストライクとキャッチャーから見るストライクが違うんだよ、うん、だからキャンプの時にようね、やらされたんですよ、うん、だからピッチャーがまだ入ってんのに、なんねんあれボールだよって顔するじゃない、うん、あれはね、目線が多分違うんだよね、うん、まあでも審判にもよるんだけど、審判だけど、うん、まあでもやっぱりキャッチャーが、うん、やっぱりテクニックとしてその、うん、ボール気味の球をストライクに言わせるような、うんうん、まあ、そういうやり方もかん自分の中で考えたきゃいかなきゃいけないし、うん、特にキャッチャーやっててね、ピッチャーがストライクだろうと思ってさ、うんうん、わーって言ってくる時あるじゃん、うん、あの時に自分じゃボールだと思ってもさ、ね、そう言えないし言えない自分のところだから、審判に入ってないのみたいにさそう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 言ってなきゃいけない、うん、